さあ、ここからは全5つの企業マークをマーフ選手がパントマイムで表現します。それでは行きましょう。プーマですね。完璧な再現です。ジャガー、ほぼ一緒ですが角度が違いますね。ファイヤーフォックス、プライバシーに強いです。プレイボーイ、立ち耳をうまく使っています。最後はビクター、一番忠実な再現でした。まあ選手、見事やりきりました。